本日は曇り空、ところによっては一時雨となるでしょう。外出の際には傘をお持ちになってください。それじゃあ今日も元気にいってらっしゃい。じゃあ俺行くから。いい天気だ。難しかったね。当たり前な仲間たち、変わらない風景、安穏たる日々はいつまでも続くと思っていた。いや、実際いつまでも続くのだろう。天気予報なんて当てにならない。悪い、次物理だろ。ノート見せてくれ。あれ、オンに切る相川歩様。昼飯おごれよな。でも実はそれはまやかし。ほとんどの人が気づかずに一生を終えていくが、世界には決して触れてはいけない秘密が溢れている。あ、俺ゾンビっす。ゾンビじゃなきゃ死んでたぞ。ただいま。ユウ、ただいま。ごめん、今軽くトラックにはねられたとこで。これはツンってやつだよな。本当の気持ちは。お兄ちゃん、お腹すいちゃった。早くユウにご飯作って。あとあふた。そうか、シャイなやつめ。ああ、その手で手伝おうなんて思わなくていいから。うん。で、今日は何してたんだ？お昼寝してたら夕方になっちゃった。そうかそうか。ほら、ご飯粒ついてる。思って。うん、いや、ユウが生き返らせてくれなかったら俺は死にっぱなしだったわけだしな。ひとまず感謝している。死にっぱなしだったら俺を殺した犯人を探せないしな。
冥界のネクロマンサー、ユークリウッド・ヘルサイズ。ここに住み着いて1ヶ月。一体何者なんだ。オリト、どうしたんだよ。今ニュース見てたか。いや。また近所で殺人だよ。これでもう何人目だ。連続殺人犯。怖えな、シリアルキラー。お前一人暮らしだろ。だから気をつけろって。ああ。本当に分かってんのか。分かっているさ。だからこうして毎日犯人を探してるんだ。あいつはまだこの町で殺人を続けている。闇雲に探し回ってもダメなんだろうけどさ。いや、しかしここに来ると落ち着く。むしろ家にいるよりも落ち着く。ゾンビだしな。ああ、俺のベストプレイス。からお前の言い分何一つ賛成できないぞ。あ、なぜ死んでないんだ。ゾンビだからな。人間じゃないのか。わけあってな、気持ちは人間のままなんだが。キモ。死者への冒涜だぞ。でお前こそ何者だ。ビリエの天才魔装少女、ハルナちゃんだ。さっきのは B 級メガロのクマッチ。私の単位がかかってるんだ。それぐらいわかるよな。何一つわからねえ。俺は自分で天才とかいうやつを信用できないんだが。凡人には天才の気持ちはわからないっつーの。まあいっか。あんたの記憶消すからな。ちょ待て、何それ。何これ。あれ、魔法が効かない。どういうことだよ。帰って戻せ、私の魔力。また悪魔傷ぐさま刹那のうちに。今すぐ即ナウ。あんたただの人間じゃないな。だからゾンビだって言ってるだろ。あのさ、下半身拾ってくんない。下半身、変態かよ。変態はお前だ。
どうして魔法使いの魔装少女魔装少女のあなたがなぜ僕のお家にいらっしゃるのでしょうか。いきなり魔力を失って困ってんの。そんくらいわかれよな。俺にそんな隠された力があったなんて。責任取れ。どうしろって言うんだよ。超スーパー究極ウルトラ不本意だけど、問題が解決するまではここにいさせてもらうからな。はあ、まあ近所迷惑にならないぐらいなら別に構わないけど。もちろん潤沢な飯とおやつを用意してもらう。あと布団。お前な。でこいつ誰。冥界のネクロマンサーユークリウッド・ヘルサイズさんですけど。あ、そう。あ、そうって。そうだ。なんとか。相川歩夢だ。電話貸してくれ。なんだこの魔装具は。いや、電話だけど。あ？そのなんとかって魔法の国には携帯がないのか。バカにすんな。BDA で電話といえばこういうおしゃれなものだ。もしもし、もしもし。よくわからんが、いいか、ここをこうこうこう。うんうん、なんだよ電話と同じじゃん。だから電話だって言ってんだろ。あ、大先生ですか。私です、リフレイネンライジング組。出席番号6億3452万6379、春菜です。ああ、いえ、それが実はですね、ここへ来てから私の魔力が吸い取られてしまって。魔法の世界からやってきたか。少し前の俺だったら到底信じられない話だっただろうが、冥界のネクロマンサーとやらもここにいるわけで、さっきちぎれた俺の下半身ももうくっついたし、少々のことでは驚かないぞ。世界には秘密が溢れているんだ。通話代一体どうなるんだろう。魔装少女反応あり。シュバルツシルト、俺という得意点が世界を不安定にしてしまっているのか。ガイアよ、俺にどうしろと。うわっ、相川がカッサカサだ。まだ帰らないのか。ああ、なんだよ、最近いつも残ってるけど何してるんだ。ゾンビは日向を歩けないんだよ。いろいろ事情があるんだ。帰れない事情。複雑な家庭なんだよ。お前一人暮らしじゃん。そうだ、今日これ持ってきたんだよ。お前の家でやろうぜ。ダメだ。世界は極めて常識的だ。一階の学生にしか過ぎない俺が嬉し恥ずかしい美少女たちと暮らしているなんてバレたら破滅だ。そうか、なんかすげえ事情があるんだな。自分に負けるなよ、じゃな。ああ、ありがとう。一人暮らしも大変なんだな。はあ、うるさい野良猫が住み着いたと思えばいいのか。いや、よくないか。あいつら喧嘩してなければいいけど。なんなんだよこのおっさん。お前が欲しい。欲しい。いきなり何？欲しい。俺のものになれ。
死んで普通の人生終わったのにさらにこんな過酷な運命が待っていようとは。神よ、ハルナ、なんでそんなところから。ビエルか。違うわ。何やってんだよ、そいつはメガロだ、わかるよな。わかるか。大丈夫、怖くないよ。怖いわ。ザリガニ。そう、こいつこそダブル A 級メガロ、極悪非道のザリだったかな。魔装少女の魔力に誘われてやってきたのだが、そこのパンツはともかく人間、なぜお前に魔力が宿っている。話せば長くなるぞ。長い話は嫌いだ。お前に言ってねえよ。めっちゃ魔装変身。ノモブよ、推し明日はどけだグミちゃんで。何があったか知らないが、魔力の枯渇した魔装少女になど用はない。もう一つの反応に期待しよう。どうしたんだよ、あんなに威勢が良かったのに。お前本当は怖いのか。バカなこと言うな。私がメガロに恐怖するなんて。私は天才、そう天才魔装少女なんだぞ。こんなハサミ星人なんかバーッとやってギーだ、なめんな。二人とも楽に殺してやるよ。バカな、人間にこんな力が。教えてやるザリガニ野郎。人間ってのはな、肉体が勝手にセーブしちまうから 100% の力を出せてないんだと。だけどな、俺はゾンビだ。そんな限界お構いなしだ。 100% 120% お腕が変な方向向いてる。ダメだ、いくらあいつが不死身でも先に手足が潰れる。いくら限界を超えようとも所詮人間の体。シャーナスター M、 ミストルティを使え。は？なんで？私から魔力を奪ったあんたなら魔装少女になれる。少女？女なんかになれるか。うっさい、なんとかしろ。くそ、なるようになれ。いいか、私に続け。ノモブよ、推し明日はどけだグンミーちゃんでリブラ。くるくるくる、来てる。それで勇気100倍、防御力は1億倍だ。本当かよ。なんだ、ただの変態か。変態じゃねえ。いやー、もうこんちくしょう。あー、必殺技なんだっけ。あー、そうだ、あれあれ、確かミストルティンキック。それキックじゃねえ、邪魔な変態に。うるせえ。ってだ、相川なのか。え、やだ。いや、違う、これは縁ガチョだぜ、相川。
やめろ、取るな、やめて、やめて、見るな、俺を見るな。おい、よかった、頼む、みんなに説明を。あんたを今現時点をもって魔装少女に任命する。光栄だろ、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 光栄だろ。何かが壊れる音が聞こえた。安穏たる日々、それはまやかし。もう俺は破滅だ。変態だ。やっぱり変態なんだな。俺ゾンビっす。あと魔装少女っす。